皆さんこんにちは、シューポンキノコです。今日から新シーズンですね。とは言っても、2日くらい前から新青鬼の、シルエットが出てましたね。完全に早く出しすぎちゃったパターンだと、思う。月始めなので、いろいろリセットですね。青パスはメカホース。そして青ジェム。え？何これ可愛いじゃん。虹のふわふわ帽子から耳が、出てるー。これって猫だよね？めちゃめちゃ可愛いです。狙いたいな。新マップに新青鬼ですね。今シーズンのガチャは、米農家、稲刈り中なのかな？米粒ちゃん、可愛いね。前に青畑甲子園で、ご飯のスキンがあったね。そして稲刈り期か。稲刈りシーズンなのかな？シーズン結果ですね。300位ちょうど。ブルーオーラが取れました。こちらランク報酬のガーゴイル。青逃げ5はギリギリゴールドランクでした。なるほど。次のランク報酬が米俵なのか。あ、ネズミ乗ってる。これどうやって移動するんだろう。気になる。ガチャの画面を見てみよう。なるほど、秋の収穫シーズンになるんですね。めっちゃ秋の雰囲気がいい感じ。青鬼は稲刈り鬼？復刻ガチャは世界遺産のですね。僕どれか持ってないのがあったような。青玉ガチャもリセットですね。ゴールドのスキンに変わりましたが、新しいのはないですね。そしてゲームショップ。新しい虹のスキンが。虹レオン、今までの中で、一番虹色が似合う感じですね。そしてさっきのペットが。レイヤキャットか、可愛すぎる。あれ？さっきの紹介画面では、ホーム動画視聴が3倍だったのに、リザルト動画視聴が3倍になってる。これ圧倒的にホーム動画視聴3倍の、方が良かったな。やっぱりお知らせの方は、ホーム動画視聴3倍だな。似ているようで全然違うんだよね。とりあえず試合を、やっていきましょう。感染鬼がいますね。最近、感染鬼の動きがやばくないですか？行くぜー。本日4試合目です。シルエットのレア鬼がやっとこさ出現してくれました。感染鬼が動き出しましたね。もうこの通り、ワープしてくる感じです。下手に近づくと一撃でやられます。今シーズンは秋の収穫シーズンというだけあって、装飾がめちゃいいですよね。夕焼けの壁に稲が実っていて、米俵にさつまいもやおにぎりがあって、秋っぽくてすごくいい感じです。この豚のスキンも米俵に、見えてくるな。ちょっとこの上に感染鬼がいるので、警戒しつつ、宝箱。やばい、感染鬼が来るね。カックカックにワープするんだよね。止まった？来るじゃん。謎の動きだよね。また戻ってきたーと思ったらペイント。さあ宝箱開けよう。いやまたかーい。もう怖いですって。ちょっと様子を見に行こう。階段を上がっていったね。そうそう、今日のシーズン切り替わりで、前にお知らせで予告があった、七曜の試練が来るかな、と思ってたんです。ちょうど月曜日だし、始まるにはいいですよね。でもこれって、今お知らせの中からも消えちゃってるんですよね。楽しみにしている方も多いと、思うのですが、一体どうなってしまったのでしょうか？今開催している青の試練が、終わってから来るのかな？
早く来てほしいですよね。あ、ごめんなさい。右下の矢印の触ると、表示が小さくなっちゃうんです。場所が場所だけに、食い切れてしまうことがあるんです。3体目がレア王に出現でしたね。階段の上かな？多分霧で埋まっているけど、見に行ってみようかな。行ってしまえ。うわ、いきなり出たね。なんかこの俵を、担いでる。めっちゃ力持ちじゃん。もっと見たいな。もう霧が来ちゃっているんだよね。なんか一斉にこっち来たー。ひえあれ、向こうの階にいるのかな。身の動きがやばくなったな。終わった。ちなみに、この廊下鬼とコネタワラ鬼でした。コネタワラ鬼、マッチョでかっこいいね。今シーズンも頑張っていきたいと思います。それでは動画はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。